小川達也は、千葉県千葉市花見川区出身のプロ野球選手。左投げ左打埼玉西部ライオンズ所属。日本人の父とフィリピン人の母を持つ。両親の勧めで野球を始める。小学1年で軟式の少年野球チーム、小手橋大ヤングライオンズに入り小学4年から投手。中学時代は、公式の千葉北シニアでプレーした。千葉英和公時代は、 一年次の夏から外野手として出場。二年次の秋から本格的に投手へ転向三年次の夏は千葉大会5回戦で、木更津総合校を相手に延長15回引き分けによる再試合の末に敗れた。いずれの試合も小川和人で投げ切った。2009年10月29日、プロ野球ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから2位指名を受け、契約金五千万円。 年俸600万円で入団が決まった。2010年は一軍登板はなく、ウエスタンリーグでは2試合の登板で、防御率7.20であった。2011年は、春季キャンプで一軍参加し、10月20日に一軍初昇格。同日の対広島東洋カープ戦でプロ初登板、1回をプロ初脱三振を含む三者凡退に抑えて、プロ初ホールドを記録した。 この年の一軍登板はこの試合だけであった。2012年には第3回 WBC のフィリピン代表入りする。9月27日の横浜 DNA ベイスターズ、戦でプロ初先発、4回に失点で敗戦投手となり、以降の一軍登板はなかった。2013年は9月29日に一軍、登録され、10月3日の広島戦で、 シーズン初登板初先発となったが3回に失点。3年連続で1軍登板は1試合のみであった。2014年からは背番号が57に変更。6月11日に1軍登録され、3試合の救援登板で3回1失点も7月3日に登録抹消。8月1日に最を格し、1試合の救援登板を経て、 同6日の広島戦でシーズン初先発。八四四球の大乱調ながらもに失点と粘りのピッチングを見せた。翌日に登録抹消。同27日に3度目の一軍昇格となったが、2試合連続で失点を喫してに軍再調整となり、そのままシーズンを終えた。1先発を含む7試合の登板で0勝1敗、防御率3.65であった。2015年は、 シーズン途中からサイドスローに転向したが、一軍登板は救円登板2試合に止まった。2016年は初の開幕一軍入りを果たした。8月5日の対横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初勝利を挙げた。3度の登録抹消があったものの自己最多の44試合に登板し、1勝1敗9ホールド、防御率2.27を記録した。 2017年は、走者なしでは被打率、190に対して走者ありでは被打率、280と打ち込まれ、首脳陣の信頼を得られず、サンホールド、防御率2.19を記録したものの、登板数は18試合と前年の半分以下に止まった。2018年、ウエスタンリーグ公式戦では好調だったものの、一軍公式戦への出場を果たせなかった。 2018年7月19日、埼玉西部ライオンズへの移籍が、西部球団より発表された。金銭トレードによる移籍で、7月23日、NPB から公示される。背番号は44となった。移籍後は、8月の初登板から10試合連続、無失点を記録。15試合の登板で1勝0敗4ホールド、防御率1.59を記録し、 チームのリーグ優勝に貢献した。2019年は開幕一軍を勝ち取り、4月25日の千葉ロッテマリーンズ戦ではプロ初セーブを挙げた。しかし、シーズン中盤になると左打者に通打される場面が多くなり、6月22日に登録抹消。7月下旬に最小格すると問題視されていた左打者との対戦成績も了化し、 終わってみれば自己最多を更新する55試合の、当番、4勝1敗15ホールド1セーブ、防御率2.58を記録した。シーズンオフには、背番号を29に変更することが発表された。2020年は6月19日の開幕こそ2軍で、迎えるも、同23日に1軍昇格。8月7日から1ヶ月ほどに軍再調整があった。 ものの、それ以外は一軍でシーズンを過ごした。しかし、左打者への失死球が多く、対左必出類率は、370であり、首脳陣からの信頼を落として、当番数は38試合に止まった。2勝1敗3ホールド、防御率2.10だった。11月16日に、左肘の教師下の積雪形成術を受けた。 最速時速1 4 4トルのストレートと、右打者にはフォーク、左打者にはスライダーを決め玉にする。時折、スローカーブも交えた、変幻自在のピッチングが持ち味。2015年より投球フォームをサイドスローに変更している。WBC のフィリピン代表入りした際に、チームメイトとなった元メジャーリーガーのジェノエスピネリーから、カーブや、 チェンジアップの握りを教わった。2018年12月に一般女性と結婚したことを公表した。ありがとうございます。